ンドトライアングルです。というわけで今回なんですけど、皆様まあ待ったかどうかわかんないんですけど、久々に、最強の呪術廻戦 VS 最強の鬼滅の刃やっていきたいなと思います。まあこれは最強ですね、もうこれこそ。ちなみに今回これ始まりの剣士じゃないです、最強の頼市です。で一応五条先生最後にしてるんだけど、この五条先生は後で、無加減を解いた五条先生に切り替えますということで、一番後ろで完全体の、スクナ、そして、伏黒めぐみのまあ伏黒スクナに、さらにまあ虎取スクナって呼ぼうか、虎取スクナに伏黒スクナというものが追加され、さらに、ゲトウも追加されてるので、かなり変わったんですよ。一番まあこれ大体9体同じキャラクターでやるんですけど、もうジョーゴが消えました。カシモが一番最初っていうぐらい、それぐらい、強くなったので、まあ、今回、まあ、そちらでちょっと戦ってみようかなと思います。でまず、ああ間違えた、これこっちじゃなくてこっちか、鬼滅の刃側なんですけど、そうだね、これ鬼の王、まあ、道勝、鬼の王はちょっと最初に全部装備つけないといけないので最初で、道勝、赤座、炭治郎、そして道馬に姫島さん、国志望に、覚醒無惨、そして頼市なんですけど、覚醒無惨がなんとね、実はこの完全体のスクナが出た時にちょっとお見せしたと思うんですけど、なんと無惨様スクナに勝ってるんですよ。だから鬼滅の刃のキャラクターにはちょっと相性が悪いんじゃないかということで、まあ鬼滅の刃結構今やっぱり呪術廻戦には負けてるんですけど、まあ、今回はなんて言ったって頼市先生連れてきてるからね、勝てるかもしれない、全然あるよ。はい、というわけでじゃあまずこちらですね、これつけてこれつけて、はい、これでまあ鬼のもかなり強い、感じになったんじゃないのかなと思うので、これでいいかな。ではこうしてこうして、でつくもさんで、道勝、赤座、炭治郎、ドーマと。でも炭治郎が多分一回これ鬼の、まあいいや、とりあえず行こうか。では行きます、カシモ VS 鬼の戦うよね。まずさあこっからどれだけ鬼の王が頑張ることができるのか。まあでもね、一つねやっぱりあるのが、呪術廻戦は特に最近アップデートがもう頻繁にある。しかし鬼滅はもう一回もありません。その関係でステータスが、前さ、その呪術廻戦、まあ、東堂とかもそうだし、キャラクターがなんか強くなったって動画出したじゃないですか。呪術廻戦のキャラクターたちの AI とか、まあ、全体的に動きがすごい俊敏になったよっていうのをお見せしたと思うんですけど、前動画にしたと思うんですけど、その関係でその時に多分呪術廻戦のキャラ強くなってんじゃないのかなーって思ってるから、もしかしたらもう鬼滅の刃が、まあ、ボコボコにされる可能性もあるけど、まあ何度も言うけど頼市さんいますから。はい、前その頼市 VS 呪術廻戦のキャラクターで前戦わしたことあるんですけど、その時って頼市1体 VS 呪術廻戦のキャラ全員だったんですよ。でも今回はその前にちゃんと鬼滅の刃も全員いて、でさらにそこに頼市、さらに覚醒無惨といるから、まあ全然勝てる可能性はあるんじゃないのかなと思ってる。まあだから、まあ鬼滅の刃側からしたら、まあ頼市の前にどんだけダメージを与えることができるのか、どれだけキャラクターを減らすことができるのか、まあできればあれだよね、覚醒無惨と完全体の宿儺と、まあ戦わして完全体の宿儺を処理してもらって、五条先生と最強の頼市で頼市が勝つと。始まりの剣士頼市と五条先生だったら、体力半分ぐらい削って五条先生が勝つんですけど、でも始まりの剣士より1じゃなければ、おー勝つんだ、あすごい、やっぱりあれだ、鬼殺隊が強くなってるから、鬼殺隊側が強くなってる関係でいいね。そだからより1も鬼殺隊のが強くなってるバージョンだから強いんじゃないかな。体力も 1.5 倍だったかな、体力 1.5 倍、攻撃力 1.5 倍、防御力 1.5 倍みたいな、そんな感じだったと思うので、やられたか、やられた。さあどんどんいきますよ。で赤座、赤座でこれね、ちょっと一回ちょっと赤座と戦ってる時にちょっと申し訳ないんだけど、これね多分鬼の王になってると思うので、はい OK、 よしこれで多分炭治郎になってるはずなので、これでいいかな。さあ赤座は一応ね、そのまあ首取られても戦えるからっていうことで、一応赤座を、まあ、入れてます毎回基本的には。あーっとこれは、あー俺登れるか、登れない登れない、これ登れない、よいしょ、はい、こうしよう、これあれだぞ、あでもいけるか、鬼滅の刃のキャラクター同士だったらいけるのか。さあそしてこっから地形が変化するよね。そうだね、愛の力なんて疎うもんだな、
あ、でもすごい頑張ってる頑張ってる。赤崎くんすごいぞ。まだ首取れてない。あ、いけんじゃないか。これ意外と呪術廻戦のキャラクターといい勝負してるじゃん。あら、思ったより頑張ってるわね。あーでもど、あー命からだー。いや、これ避けれるんじゃないか。避けれなーい。首取れたー。まあでも、まあでもあれじゃない、結構ダメージを受けた状態で首が取れたから悪くないんじゃない。あ、ちなみに今回まあなんかトランクさん鬼滅の刃応援してねってなるんですけど、結構鬼滅の刃は負けてるので、はい、今回は鬼滅を応援してますということで、炭治郎とつくもさんかな、つくもさん行きましょう。さあ戦うよね、戦う。でちょっと綺麗にしましょうか、見やすいようにして。どうまんで、ここら辺が全員やられた。でも結構今んとこいい勝負してんじゃない。キャラクターの数もまあ、まあ、でもこっから少なが、そうか、こっから3連続少なになるのか。これはつくもさん強い、つくもさんが強い。いや、しかしよりいちさんと覚醒無惨がいるからね。いやー、これ毎回鬼滅負けてるからこそ今回はぜひちょっとリベンジをね果たしていただきたい。いや、最近やっぱりね、結構その呪術のモッドいっぱいやってるからちょっと呪術に思い入れが出てきちゃってはいるんだけど、正直言うとね。でもやっぱり鬼滅もまだまだいけるんだぞっていうところをちょっとぜひ見せていただきたいから、そうだね、まあ、いつも呪術応援するし。おっと、いいぞ、ドーマ、ドーマキュン覚醒、ドーマキュンが覚醒する、素晴らしい。ドーマくんかっこいい。どうしたどうした、すごい技を打ってる。連発いいんじゃないこれ、大ダメージ。ここで菩薩様打ったらもっといいんだけど、どうだ、菩薩様打てない。さあ、しかしこれ最強よ、最強の姫島さんだ。これは強いぞ、姫島さんは最強だからね、本当に。この今回のこの鬼滅の刃でも、まあ、鬼殺隊が強くなったモッドの、姫島さんは最強ぞ。あー、強ーい。さあ、そしてここで、ゲトですね。ゲトは多分戦わせないといけないと思うので、さあ、戦いなさい。どうだろう、これ。クジラ様のモッドとだから、どんな感じになるのか全然わからない。これは。あ、でも、あー、でもすごいすごい。姫島さん、あ、いや、強いな。やべ、ゲト強いわ。一発の攻撃で相当姫島さんの体力が削れてしまう。ゲットどうだろう、体力半分ぐらいまで姫島さんからしたらまあ持っていって、そして国志望につなげたいところだが半分も持っていけず。さあ、そして国志望 VS、 さあ行こうではないか。まあでも国志望はやっぱりもうね、もう皆さんなんだろう、言わずもがな、まあとてつもない強さのキャラクター。あれ、大丈夫か、戦うよね。 OK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 。 たまにちょっと一瞬止まっちゃうところはあるけど大丈夫なはず。さあどうだ、国志望様、これ第二形態からやっぱり国志望様最強だからね。やっぱり日輪刀のが強くなってると思うんだけどな、国志望。さあ、そしてこのかっこいいかっこいいゲットのアニメーション、アニメーションから、あ、ゾンバ来た、ゾンバを登場させてきたか。あ、でもすぐ消えた。あ、いいんじゃない。これは国志望様まだこれ第二形態にもなってる。あ、でももう第二形態になるな。いやでもこっから少なが来るって考えるとあれか。まだ少な3連戦だ、少な3連戦が現れます。さあ、あれどうした、え、戦わずなんだけど、あれ戦わないっけ、あれこれ戦わなかったっけ。なんか少なって誰これかまずなんか戦いに行くイメージがあったんだけど、あれ戦わないか。まあでもこっから第二形態。さあ、問題はどうなるんだろうな、こっからより位置がほんと未知。もしかしたらより最強のより位置だったらもう4盾もう簡単にしてくれる可能性もある、余裕で勝つ可能性もあれば。いやーでもなー、そうなんで、前までね、もうより位置って絶対誰にもダメージを1ダメージも与えることができない、誰かがダメージ1でも与えたらおーすごいみたいなキャラだったんだけど、だいぶちょっと多分変わったと思うんだよな。本当に最強のより位置だったのが少し変わった気はする。さあ、そしてここでまだ頑張ってる。さあ、そしてここでおそらく国志望がやられてしまうが、体力が677、思ったよりダメージは与えられていないかなっていうちょっと印象かな。さあ、そして無惨 VS、 じゃあもうこれは最後ですね。ここでより位置ちょっと見づらいですけど、すいません、こうしてこうかな。まあ五条先生になったら切り替えはするんで、もっと切り替えるから一回外すんだけどね。さあ、どうでしょう、これ完全体の宿儺に対 VS では勝ってたから、まあ勝ってたって言っても実はね、あれ動画見た方だったら分かると思うんですけど、完全体の宿儺があまり攻撃しなかったんですよ。多分ちょっとバグっちゃってたのかもしれないんだけど、あれってなんかちょいちょいしかダメージ何回も技を打たずに、で無惨が滑稽記憶とかで歩いてくる完全体の宿儺を
まあ動きを止めてみたいな感じだったんだけど、でも国鉄記憶かなんかであれ動き遅くなってたからね。だからまあでも8とか回をあまり打たなかったんだよね。あーでもすごいすごい、頑張って頑張ってる。なんとかこれ無惨からしたら、より一にやる前にこのスクナだけでも倒しておきたい。でスクナを倒して、でそっからまあ伏黒スクナ、完全体スクナ、五条先生をより一人で倒してもらう。まあ始まりの剣士より一じゃないからね、相当強いのは間違いないんだけど、でも領域展開来たらさすがにダメージは受けると思うんだよね。問題は8とか回でダメージを受けるのかどうかっていうところなんだけど。さあそして無惨様はここからもう、あっさあ来た最終形態の無惨様。いやこれいけんじゃないか、なんとかこれ無惨、なんとかスクナを倒してくれ。領域展開だけはやめてちょうだい、お願いします。領域展開やったら怒るわよ。おっと、いいぞ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 。あでもいやでもちょっとずつダメージ与えられてる。スクナがダメージほとんど入ってない。どうしたスクナちゃん。あスクナちゃん、無惨さん。さあそしてここでより一なんだけど、おっ強い強いぞ。待って、これちょっと広げようか。広げて60ぐらいにしとくか。これでも体力150なんだよ。さあどうだ、これで技を打った。いやでもダメージ入ってない。あいいんじゃないこれ、領域展開を打たれなければいけんじゃない。どうなんだ。さあマコラだ、マコラ召喚したが、これはおっと、あでも体力118、ちょっとダメージ受けた。フーガか、多分フーガでダメージ受けたな、これ120。さあでは次、完全体スクナ。さあここはどうだ、完全体スクナでいけんのかこれ。いやしかしゴリゴリダメージ入ってる、かなり体力入っていってる。しかし一発で、多分フーが一発でとんでもないダメージ入ってしまう。75、どうだこっからいけんのか、倒すことができるのかわからない。どうなんだ、領域展開はまだ打てれない。素晴らしい、やばいスピード、戦闘の時間が早いから。おーっと倒した。さあ残り体力78、これでじゃあ今から無加減が切れた五条先生と戦わせます。さあでは最後と行こうではないか。行きます。さあ体力がどんどん回復しちゃうので、さあどうだ、赤いったぞ、赤入ったか。いやでもダメージが、いやこれ無力者入ったら全然わかんない、紫とか。いやーしかしかー、いやはい、というわけで、いやでも惜しかったねこれ。より一にやっぱり少なだね。まあでもいやでもね、五条先生も紫とか打ったら絶対まだ全然勝てる要素はあったと思うんだけど、今回は、勝者は鬼滅の刃になります。はい、まあ、鬼滅の刃というかより一と言った方がいいのかな。まあでも始まりの剣士より一だったらもう圧勝で呪術廻戦が勝ちますねやっぱり。まあでもまあ前も言ったと思うんだけど、この最強キャラ、要は9対9対ずつとかで戦わせるとどうしてもやっぱり呪術廻戦の方が有利にはなるから、今度は全員でやりましょうか。まあやっぱり鬼滅の刃ってさ、その全キャラ、まあ、特に鬼殺隊だよね。鬼殺隊とかは、もう、ほぼ、なんだろう、道勝とか、もう姫島さん以外は、ほぼ、強さ同じみたいな感じじゃないですか。柱とかのレベルになってくると。だから、やっぱり、ね、呪術廻戦はやっぱり強いキャラクターは強い。まあ、そんなに強くないキャラクターはそんなにっていう感じで、結構、その差があるキャラクターだから、全員 VS 全員だったら、多分、鬼滅の刃の方が有利でしょ。だそうなってくると、このより一じゃなくて、始まりの剣士より一で、今度、全員 VS 全員もちょっとやってみたいなと思います。はい。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。いやー、呪術廻戦ファントムパレード楽しみだ。多分そろそろ来るんじゃないかな。もうファントムパレードのプレイアブルキャラクターの紹介全部終わったので、しばらく更新がないんだよね、ツイッターの。だからもう次は生放送じゃないかな、公式生放送の。まあ、実装日の発表プラスっていう公式生放送が多分通知がこのそろそろあると思うんですけど、まあ、その時はぜひね、呪術廻戦ファントムパレード実況しますので見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで、じゃあ皆さんお疲れ様です。もう初回10万課金するぞ。ファントムパレード。バイバイ。